東京に転校して、はい、やったんですけど、そこから実習生が若いから、ね、それで中学生の方が若いから、すごい勉強したんですけど、最近あのコロナで辞めちゃったんですけど、そうですね、それでやっとお仲間ができたかなと思って。なんか最近全部出してもね、誰の準備したんで困ったなと思いながら、どうしようかなと思って。私はまだ DGT 始めて2年ぐらい。私も娘ゲームを持って、いろいろ大学でこうマイコンの研究してて、最近こんなんて出てんだと思って、で DCC ちょっと知って、でコマンドいろいろ使えるじゃないですか、音を出すとか、使えたりとか、で、手でやってると、これは無理だ、だから、ちょっと。そうですね、DCC ってあくまでも普通車両動かすのか、普通車両一人じゃ動かせないですよね。だったらこれでもいいと思うんですよ、ね、収集つかないじゃないですか。だから音鳴らしていくだけ、これはどっちかと見るの、あっちは運転で、それで使い分けだと思う。こっちももうちょっと、していいんじゃねえかな。そう、私持ってるんですけどね。これはこれで発揮する。DCC の本領発揮する。一応問題なのは閉塞感なんだね。閉塞感に配信しなきゃいけないじゃん。これが問題、DCC はなんだこの配信が困っちゃうの。これモジュールなんですけど、一回撤収して、また組むと、オバニルがそれは、それなんか考えのデバッグが、この辺ちょっとケアはしてるんで。マスとかさ、配線。よくあるじゃん、速攻の中にさ埋めてる配線あるじゃん。ああ、そうですね。特に埋めちゃえばね、これなくなると思うんだよね。もうちょっとその辺が、だからそれで、埋めたことで構成出力したいがさ、この配線はやっぱりね、GCC じゃないと思うんだよな、ね。だから、もっとその辺をね、なんか考えていい方が。だからやっぱりね、センサーが難しいんだよね。レールにね、センサーを流さないで進むだから結局、別配線がさ、ずっと考えたんだけどさ、レールに流せるのが一番なんだよ、この信号とか。レール流せばいいじゃん。それと流せないんだよね、信号が。だからあくまでもコマンドステーションから出すだけなんだよ。センサーを入力すると全部そういう周期になっちゃう。だからコマンドステーション1個でさ、そのセンサー入力できればいいんだけど、そうなんだ。だから結局ああいう親子2段積みになっちゃうんだよ、マイコン。マイコン側に入れなくちゃいけない、信号ね。入れるってことは配線が苦手した。そんなに難しいんだよな。なんかいいやん考えてないから。今有線だけど、まあ、無線化したいなと。無線はね、やめた方がいい。ジャム行くとね、混線がひどすぎてさ、バンバン出すやついるんですよ。大電力でドカンってやるとね、全部大変。無線が一つやってる。そういうものがあるから、単独で使用できたらいいんだけども、複数人が集まっちゃうと、もうどうしようもない、無線は。だから無線って Wi-Fi かな、 Wi-Fi だったらばいいんだけど、結局電力が下がっちゃうんだよね、 Wi-Fi も。結局でかい、あの大電力が勝っちゃうんですよ。特定省電力が負けちゃうんですよ。だからちゃんと ID 決めるともうそこに雑音が入っちゃうんですよ。だからそういうのがあってね、やっぱり有線なんだけども、その有線のいい方が見つからなくてさ、ずっと考えてんだけど、だから まずこの配線どうにかしてください。これわかんない。S88 って枯れてるやつを使って、うん、あっちもよく積んなかったから、うん、まあ、うん、確かにベルクリンとか使ってるやつ、まあ信用ビルとか、まあホームランとしたり、そこで確かにおっしゃるこの規模なんで、まだ、まあ、この辺が限界かなと。だけど結構いいと思いますよ、この回で。すごい不確証でね、もっと配線がわけわかんないのか。だから何かね、共通化すればいいの、そういう、そういう口をね。センサーだけやったらセンサーだけとかさ、そうしたらそれをピッとするのが全部つながっちゃうんですよ。だから私最初はね、この下にね、あのセンサー線がすることで、全部通すのが危ないんだよ。これはね、何がいいのか、これ最近流行るから、これ試してみようかな。これね、できるからさ、これは仙台さん。私も2年前ぐらい
年前ぐらいで。先人の知恵が結構重要だなと思って。私も知恵の発掘勉強するだけで新しいものになってます。なんか怖いことやってくれる人がそんなにお金かかんない。そうなんですよ。女性とか、はい、なんでとか。そんなに私しくできるなってすごい思いました。